はい、ということで、お待ちかねの、宿題のコーナーがやってまいりました。なぜお待ちかねかというと、皆さん多分前回私の次の人は斉藤飛鳥ちゃんでした。そして今回もなぜか斉藤飛鳥ちゃんでした。なんか仕組まれてるんですかね。ということで書くんですけど、今からだからちょっと飛鳥ちゃんも風邪気味みたいで、私よりも多分ちょっと大変そうなので、さすがにその風邪気味のね飛鳥ちゃんに前回ほどのものをちょっと貸すのはかわいそうなんで、ちょっと私なりのお手柔らかさを出したいと思います。ちょっと真面目に書くんで、この前の時は若とカズミンがここに来てくれてたんで喋ってくれてたんですけど、真面目に書くんでちょっとシーンとしますけど、ちょっと待っててください。どうしようかな、これだけ書いて、で、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください。よいしょっと、はい、ただいまです。はい、書き終わりました。これだけ書いたら多分伝わらないと思うんですけど、はい、アスカへ、あの頃君を追いかけたが公開するということで、それを記念しまして高瀬真奈ちゃんになりきってください。真奈強り、わかんないですよね、これしたら何やってほしいのか。で、何やってほしいのかっていうのはこの裏に、今から私はこのショールームが終わったら書くんですけど、アスカちゃんに渡したいものがあって、これだけ渡すんですよ。これをアスカちゃんへプレゼントです、真夏っていう、この指令書ですかね、指令書みたいなもの、これだけ置いてくんで、まあでもそんなに重い話じゃないです。重い話っていうか、何、アスカに、アスカからしたらうわっていう話じゃないと思う。ですがこれを置いていきますので、早せすいません、高瀬真奈ちゃんってあれじゃないですか、ひらがなけやきの私一緒に大阪行った子あーごめん、いろいろダメだ、すいません、ちょっとあれです、ちょっと風がおかしくなってるってことにさせてください。そう、高瀬真奈ちゃんはあっちだ、怒られるよ飛鳥に、本当に。しかもこれここに書き直すんだから絶対バレるじゃないですかね。えさっき確認したのに、わざわざもっかい予告動画見て、もう多分10回は見てるけど、早瀬真奈ちゃんで合ってますよね。はい、罰ポイントって書いてあるもう100ぐらいもらえます、罰ポイント。はい、ということで早瀬真奈ちゃんになりきってくださいっていうのと、この指令の物を置いていきますので、皆さんは明日を楽しみにしていてください。ということで宿題は決定いたしました。そしてですね、明日の放送なんですけど、明日の斉藤飛鳥ちゃんは、17時から予定になってますので、5時ね、5時、今日は6時だったんですけど1時間早くなってるので、皆さんお間違いなく、もう忘れちゃったら全部このね宿題もね見えないか、これも楽しみにしてる、これもこれ家でいつ入れたんだっけな、あれだ、発表されて昨日じゃないから、おとといの夜かな、おとといの夜に家の茶封筒を出してきて、でこの中にあるものを入れてこれを作ったんですよ。はい、ここらで宿題をとりあえず見てみようというまなちゃんからですからね。こちら、これさ、これ間違えてんだけど、誰、高瀬真奈ちゃんって、早瀬真奈ちゃんなんですけど、誰、あ、欅坂さんにいるんだって、高瀬真奈ちゃんが。じゃあもうダメじゃん、もうボツじゃんこれいや真奈ちゃんね、きっともうすぐ私が出演してるね映画が公開になるからって、多分気を使ってこういうことしてくれたんだと思うんですけど名前違うもんな、
じゃないですかね、やんなくて。どうです？あ、プレゼント、そうプレゼントが置いてあるんですよやれよって書いてある。こんな怖いこと言わないで。これが置いてあります、プレゼント。恐ろしいんですけど。しかもこれまなちゃんがお家で用意したやつらしいですよ。開けてみますね。うわ、封されてるんだけど怖っ。髪の毛だって。髪の毛いてて、やられましたね。またやりやがった、まなちゃん。くそ。なんかもう一ページあります。指令、封筒を開けましょう。開けた。装着します。なりきってうんと言った後に、何を言ってると我に返って言う。何を言ってんだろうこの人は、本当にああいやちょっとでも、そう多分映画のことを知らない方には別にこれをやってもねっていう感じなので、まず映画についてお話しして、気が向いたら宿題をやろうと思います。映画と言いますと、というのもですね、あの頃君を追いかけたという映画に出演させていただくんですけど、公開が5日なんですよ。だからもう2日後、あと2日で公開になります。内容はね、ここにね書いてあるんだじゃあ3秒ぐらい見せるんで読んでください。はいはい、こういう内容です。青春映画、恋愛映画なんですけど、なんだろう、キラキラムービーではない感じ、ちゃんとした、なんですかね、なんて言うんだろう、リアルな青春映画です。で、私は早瀬まなちゃんっていう役を演じさせていただいております。まなちゃんはマドンナで、学園のマドンナで、真面目で優等生で、お嬢様の女の子で、その親友を松本ほのかちゃんがやってるんですけど、歌子って言うんですけど、その子が猫好きで、私とかに急に猫耳をつけたりするんですよ。だから多分まなちゃんが猫耳を準備したんだと思います。気が向かねえ、どうしよう気が向かねえな。ちょっとやるか、
ちょっとやって、どうやってつけるの、どっちだ、いや、やりますよちゃんと。え、どっちに、どうだ、こっち、こっち、どっち、わかんないんだけど、何このピンク、ピンクは肉、どっちだろう、え、どっち、ピンクが中、ピンクが中、ほんと、あ、ピンクが中か、ピンクが内側、こう、え、ほんとに言ってる、うん、こっち、これで正解、逆って言ってんじゃん、もうどっちだよ、こっちか、あ、ピンクが外ね、オッケーオッケー、これど、どうやってつけるの、え、屈辱でしかないじゃん、これ自分でつけるんですよ、しかもさ白だからさ、反射っていうの、なんかちょっと見えないんだよ、あ、見えた見えた、あー、 こんな感じ、えい、つけらんね、ついた、え、すっごい恥ずかしめ、どうしようどうしようどうしよう、うわ、どうしよう、え、どうしよう、でもね、そう、時間が過ぎていくから、よし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 、これね、いきますよ、にゃんにゃんって言って、 OK、 いきます、秋元真夏さんからの宿題、早瀬真奈ちゃんになりきる宿題まで、3、2、1、にゃんにゃん、また変なこと言ってる、終了です、もう今日は終了です、パワハラですね、ここまで来るとパワハラ、流行りの、そういうこと言っちゃいけないか、ごめんなさい、はぁ、OK、もう終わり、はい、宿題終わりです